はい、ということで新桂沢ダムに来たのですが、けど、バスのなぜか団体でバスの方が来られまして、バスに通り道を完全に塞がれてるような状態ですね。僕らは出たいんだけど、どうしたらいいのでしょうか。あの出たいよアピールをしないと。え、そうだけど、あの出たいんですけど、こっちが入んないかな、バス。出たいんだけど、バックで下がるのかな、やっぱり気がついた。運転手さんは気がついてくれた。出たいんだけど出させてもらえないでしょうか。出たいな。というタイミングで セットって結構あるじゃん、うん、やっぱね、いろいろあるんですよね。そのほら、なんつうか、例えば J パワーみたいなさ、うん、電力会社が作る時とか、まあ、国交省なんかもそうなんだけど、地元の人と相談するわけですよ、やっぱり、うん、勝手に作れないわけですよね、うん、で地元住民の賛同を得るのに、じゃあついでにここにね、ダム建設するついでにこちらのね、こちらで費用負担しますんで、うん、こういう施設どうですかみたいなね、なんか、うん、例えば公園だったりとかキャンプ場とか、少しでもね、人を誘致できるような施設作ろうと思うんですけど、それでどうでしょうみたいなね、そういうことがあるわけですよ。3キロメートル先右です。気持ちいいよね、うん、結構実は好き。
きなんですよ。あの自分が今アクセル踏んでるのか、それとも減速してるのか分かるんですよ。あの特にねこう加速してる時のこのうーんって上がってくるのこれ好きですよね。子供子供途中だからってこと？あのね、最初に、うん、ここ通りかかった瞬間、あ、ここなんって思ったのよ。あ、うん。あ、でもバリケードされてるわ。うん。多分そういうことじゃないかなっていうね。カーブの途中で結構出すときはみんな出して流れがあるんで、うん、危ないよ、あそこは。出入り口にするの。な、もしかしたら塞いだままかもって、うん、あっちから行った方が安全だもん。遠回りだけど。まだ危ないっす。確かに。今多分ダムとバイクで写真撮ってますね。きっと。700m先右です。まったいれにするところから始めたりとかするので、右です。この先しばらく道なりです。次の案内ポイントに近づいたら案内します。通れる道なんですね。ありがとうございます。なんかすんげー汚かったんだけど、自分に。そういう道じゃないよね。もう嫌ですよ、私。そこそこ疲れが溜まってきてますんで、いろいろと。あっちこっち関節痛くなってきてますんで、私。今日も普通にさ、宿で行けない。普通に宿じゃん。普通に行けない。普通に宿じゃん。だって今日一応8時間も見るでしょ、予定を。さっき10分15分だよ、今から、だって夕飯全然決めてないのか。痛みつつあるんだけど、あと1週間。
修道だ。あ、ちょっとここ止めさせてもらおうと。ちょっと待ってよ、邪魔なの。一応念のため端に寄せとこうね。ちょっと見に行こう。動画はそのままでね。ちょうどね、一服もしたかったんです、うん、私。あれじゃねえの、ひょっとして。うん、あのほらダムかさ上げされたんですよ。うん、でかさ上げしたってことは、うん、あの貯水量が増えて水面が高くなるわけですよ。うん、だからそのはい橋を架け替えたんじゃないの。
械工事を行っているんだ。珍しいものが見られましたね。うん、気がついてよかった。うん、よいしょっと。録画を開始します。開始します。次の経由地への到着予想時刻は午前11時31分です。この先しばらく道なりです。次の案内ポイントに近づいたら案内します。だから一個ねダムをこうね作るって作るっていうか再開発するだけでこういうことまでやらなきゃいけない。
なあのほら俺が時々見てるね山さイガネが、うん、あれはすごいよね、うん、いろんな方法でその道の成り立ちとか調べてみてさ、うん、町の資料館に行ってみたり、うん、なんだったらね明治時代とか江戸時代とかの古地図読み解いていくじゃん、うん、ああまあ面白いんだろうなと思うのよああいうの、うん、やるって言われるといや そこまではまあいいかなっていう、うん、そこまで時間かけられないし費用もかけられないっに向けた分岐地点だったのよ、さっき曲がってた、うんうん、途端に車減ったよ ね、今日夕張市だからね、市だからね、うん、でも夕張まだ道だけあるんだよね、あれあのほら、メロン馬が止まってたと、タイヤ温めてたんだと思うね。飛ばすの。F1 なんかでやる人もういねえよ全然。早っ。のんびり走ってはいるけどさ、いねえよ。早っ。追いかける気にすらならない。すらないんだよ。そうそうそうね、だって美穂何人いると思ってんの？1万4000人近くいるんだからね。ああ、村なんだけど。宇多市内は市なのに2600人とかって書いてあったのか。助けないわけにいかないでしょ、これ誰もいないんだ。いや、まあそうだよね。
ってるんだったらいいんだけど、うん、なんかね、ああいうガードワイヤーとかにね、もう突っ込んでいっちゃってて、もう、ああ、なんかもう、ああ、腕が、ああ、ここに腕が、ああ、こっちに足がみたいなのはやめてほしいです。ヘルメットの中覗いたら首だけあったみたいな。ずいぶん前だけど、そういう動画残ってるんですよね。結構全国ニュースになるレベルの事故をライダーさんが起こして、でカメラマンが撮影してたんだけどね、あの警察があの見分してる様子で、バイクが転倒しててその先にご遺体みたいなのがあって、でヘルメットが落ちてるわけですよ、ちょっと離れてるところにね。でおまわりさん、検察官っていうか、なんていうか鑑識官が覗くんですよ。そしたらうわっつってこうやるシーンが映ってて、あ、これはそういうことだなっていう。ほら、なんかこういう跡残ってるでしょ。なんだよライダーさん、突っ込んでこないでね、滑って。体むき出しなんだからバイクは。
でやってたんやニュースでさ。いろんな住民サービスが多分高いんだと思うよ。高くて質は低いんですよ。最悪ですよね。普通さ、そういうね、税金が高いんだったらそれに応じたサービスはいい。これが当たり前じゃん。最もいいのが安いけど質がいいでしょ。高くてダメなんですよ。そうせざるを得ないんですよ。そこまで回らないってことだよ。遅くて丁寧ならいいんだけど、遅くてダメってどういうことだよって言うでしょ。またなんかそういう話になったなそういう状況なんですよ。せめて遅いんだったら丁寧にやったらいいんじゃないのとかね。汚いけどまあ早いよねとかね、だったらまだ分かるんだけど、遅くて汚いってどういうことだよ。要するにお前は夕張市ってさあ、帰る。
バツだね。長寿原もバツ。じゃあダメです。ああ、北上があれば。なんか社長に電話して秋田寄らせてもらっていいですか。部屋入りますよ。社員の保養所にしたらいいんじゃない。Thank you.
海水になっちゃってるやつ、うん、あ、そうなの。2km 先、経由地です。そんなにってなってるんですよ、ナビ上では。行けないでしょうよ、行っちゃうの。だってなんか一応向こう抜けられる道はあるっぽいよ。だからね、さっきの道を俺は左にされるべきだったと思うんだよね。でも右、またうんこしたくなってきた死ぬのでってこと、うん、怖いよ。これ本当に行くんだよね。だから通行止めになったのかなほら来た。違うって絶対ここ。 OK グーグル。グーグル行くのまた。それ押せば大丈夫。3キロあるけど。だってお前がじゃあ運転して俺がナビとかでやってくれんの？やるしかないんですよ、こういう風に俺一人で。あんたガイドしてくれないでしょ、別に。進みます。800メートル道なりです。
国道に出られるからまだ大丈夫なのかな。まだまだね、こういう道なんで全然。およそ300メートル先、右方向です。右方向です。続いて南部東町を左方向です。あ、ほらあるじゃん。左方向です。これだよ、これこれ。ガソリンスタンドで給油すると、あの夕張シューパロダムのステッカーがもらえるんですよ。うーん、危なかった。よかった、あそこチェーンで塞いでてくれて。あれ塞がれてなかったら言ってたよ、ナビ行けっつんだもん。だってあ、ちゃんとこっち見もうちょい行くね。ダムに行くまでも走ってでしょ。うん、カバ走ってるもん。あでも穴が開いてたらどこに出てたんだろうね。いや、わかんねえっす。お、キツネ。あ、キツネ普通にあの日向ぼっこしてる感じだよね、うん、日中は。まあね、動物にとって日向ぼっこも重要な健康管理ですよね、体についてる悪い虫とか。ハイトンネルなんですよ、これ。そうなの、うん、あれ、こっちじゃなかった。今、こっちってなってたよ。あれ、でも行けないよ。間違えた。もう一個向こうにあったの。ああ、もう一個。失礼しました。これ、溝掘ってる？ひょっとして。うん、掘ってる。あ、そう。U ターンしようと思ったら危ないね、これね。普通に。はまっちゃう。
っちゃうのが嫌なんでね。うん。よいしょ。ここね、有名な廃トンネルなんですよ。実は。なんか一応ね、向こうまで繋がってるらしいんだけど、一度も使われたことがないトンネルらしいだわ。ちょっとね、歴史を調べなきゃ分かんないんだけど、使われ一回も使われたことないんだって、あのダム。ダムじゃねえよ、トンネル。あ、その通れる時もってこと？うん。いわく付きのトンネルらしいですよ。そうなの？なんででも通行できるに一回も。だからそれをもう一回ちゃんと勉強しないと思い出せないから知らないけどね。使われたこともないと思う。およそ300メートル先、目的地です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、ということで夕張シューパロダブです。はい。